続いてですね、予約商品のリサーチ方法ということで、ショーケース 3.0 からはですね、予約転売っていうのはおまけとしてつけていて、要はその CD がね、これからアカウントを作る人は出せなくなってしまってるんで、ただ予約転売のノウハウも eBay に応用できるところはあるので、そこをちょっと紹介しようかなと思います。これコンテンツページにも載してるんで、改めてねそっちも見てほしいんですけど、例えばですね、この新日チャンネラーさんという人がやってるブログとかあるんですけど、これは基本予約商品の情報をどんどんアップしているサイトです。カテゴリーがあるんですが、見るのは限定品とかでいいかなと思いますね。これはちょっと売れてはないですね。一人だけ出品してますけど、これは 今月発売の商品ですね。アミアミしか見てないんで、もっと安いところあるかもしれないですけど、eBay に何個か出品されていて、一応売れてますね。$244とか、で仕入れ値が15,600円ぐらいなんで、利益出るかなと。という感じで、基本的にはですね、そのコンテンツページに上げているテラピークのリサーチ方法もあれをやっていけば間違いはないんですけど、ちょっと気分転換したい時とかですよね。そういった時は、こういったサイトを見てね、発売されたばかりの商品、予約商品っていうのもリサーチしていくのもいいかなと思います。あとはですね、在庫あるっていうサイトですね。在庫あるっていうサイトで、例えばじゃあ今日から、1ヶ月後の28日までの発売の商品に絞ると、じゃあカテゴリーはホビーでちょっと見てみますね。ホビーはちょっと見る。でこれ人気順にしてください。ここは人気順で、そしたらさっきのね、さっき見てた商品とか出てきましたけど、これも eBay に、出品されてて結構注目度高そうですよね。で売れてるのは$67とか、1つ$79とかありますね。で大体
そうですね、アミアミが一番安いんですかね、ヤフー。うん、まあ、って感じで、まあ普通にね、ここからも売れてる商品見つけることできるんで、在庫あるとさっきのブログ、うん、まあ、これもね、気分転換にちょっとリサーチの方法を変えてやっていくのもいいかなと思います。うん、まあ、これもね、アマゾンで2580円であって、まあ、テラピークの方だったら売れてる履歴あるかもしれないですけど、まあ、これもね、注目度高いんで、うん、まあ、こんな感じでリサーチしていってください。ただ基本的にはテラピークの証券の基本的なリサーチ方法で大丈夫です。あとさっきなんかすごいいいなっていうのがあったんですよね。これか、まあ、これアイボーの新商品なんですかね。ソニーストア限定のアイボーの新商品で、本体が198,000プラス税で、まあ、なんかね、ベーシックプランっていうのに入らないといけないみたいなんで、まあ、30万ぐらいですかね、仕入れ値30万ちょっと超えるぐらいで、アイボで見ると、これすごくないですか、$7,500以上で売れてるんですよ。なんで、まあこのブログとかはね、出先でも見れるんで、こういうのを出先とかでチェックするのもいいかなと思います。じゃあちょっともうバーッと話していきますね。